身を作り身を保つ DMK 美健セラピー。今回は骨盤ですね。大切な女性骨盤開いているいろいろありますけれども、骨盤を整えていきたいと思います。どうしても女性は、腹筋が弱いのといろいろあって比較的こうでっちりというか腰が反り気味でこうなってここの腰痛が多くなったりしますね。で、綺麗な骨盤を作るには少しキュッと入った骨盤ですね。これを作っていきたいと思います。タオルを今回はこのように少し細めで折っていただいて縦膝を作りましょう。はい、そうですね。はい、そうしてこちらからお尻にちょっとお尻持ち上げてください。はい、で OK です。引っ掛けてこういう形で骨盤を引っ掛けます。で、根元を持っていただいて、さっき言いましたようにちょっと反り気味の方が多いので骨盤を今度こちらにぐっと丸めるですけれども、なかなか丸めて最後までギュッといかないのでこちらを少しこう丸めていただく。そうですね、丸めていただいてもう少し行きたいのでこれを最後ギュッと絞るような形、タオルを使って補助ですね、最後の締めをギュッとしていただく。ゆっくりと戻しましょう。骨盤をこっちからギューッと丸めて最後にギュッと手で、そうです、そうです、ゆっくりと戻します。はい、イメージとしてはここの腰で下の床マットを押すイメージですね。はい、ギュッと押していって最後ギュッと船底のように丸くなります。腰が丸くなります。はい、ゆっくりと戻しましょう。はい、じゃあ呼吸も意識してみましょうね。鼻から息を吸って吐きながら骨盤をギュッと起こしていって腰で床を押す、最後にギュッと締める。ゆっくり下ろしましょう。はい、一つずつやっていきますよ。鼻から息を吸って、はい、骨盤をギュッと上げて腰で床を押して最後キュッと補助してもっと絞る。はい、ゆっくりと戻しましょう。はい、楽にして一個ずつ鼻から息を吸います。口から吐きながら骨盤をギュッと起こしていく腰で床を押すように丸くしていく。最後にタオルでギュッと手伝ってもう少し上げる。はい、楽にしてください。腰動いてるの分かりました？はい、分かります。普段なかなかここまで動かないです。はい、それを最後タオルで補助して持っていく。はい、もう一度やってみます。はい、なんででっちりになったりとかこういうこちら側に骨盤がいかないのかなというと、はい、実は、前にあるここ腹筋ですよね。腹筋が肋骨の下からずっと骨盤のここの下までついてます。というのがここがしっかりと縮んで働いてくれれば骨盤は自然にこっちに持っていかれるんですね。ということは女性はどうしてもここが緩いのでこういう姿勢が多い。ここをしっかりと使えるようになりましょう。腹筋をしっかり、はい、ただ女性は腹筋をこういうふうになかなかできないですよね。できないです。はい、なので腹筋をしっかりと使えるように教えてあげましょう。はい、今度はタオルを首の後ろ、はい、こちらに引っ掛けて、はい、でこちらを持ちます。もうちょっと後ろですね。頭の後ろですね。はい、はいはい、で片手で持ってください。はい、で片方はお腹を触りましょう。ここが硬くなるのを感じてください。はい、はい、今と同じ動きを骨盤はやっていきます。はい、この時にじゃあ鼻から息を吸いましょう。口から吐きながら骨盤をぎゅーっと丸めます。腰で床を押します。はい、ぎゅーっと絞りました。この時に顎を引きながらおへそを覗きましょうか。でちょっと手でつけて膝を、ここ締まってるの分かりますね。すごい締まります。腹筋今ここが硬くなってますね。硬いです。カチッカチですね。カチカチです。ゆっくりと戻しましょう。はい、これでガンと上げなくてもちょっとタオルを使って首を補助して
上げてあげると、はい、しっかりと硬くなるのがここが使えるようになります。もう一度一つずつやっていきますよ。鼻からまず息を吸ってください。口から吐きながら骨盤をギューッと起こす、腰で床を押す。この時にここを使いたいので顎を引きながらおへそを覗くようにタオルで頭を浮く。ここが硬くなってます。ここが今使ってます。硬くなってますね、はい、ゆっくりと戻しましょう。はい、お疲れ様でございます、はい、あ、すごいです。腹筋ちょっと起きてみます、はい、すごい効いてるのが分かります。分かりました、はい、普通の腹筋だと腰が痛くなってしまうの で、はい、そうなんですよね、あまり回数できないんですけど、これだと腰に負担がないので、はい、すごくいい感じです。今使いました、ね、よく腹筋運動だとこう起きたりとか、あと足持ってもらったり引っ掛けますよね、うん、はい、あれは腹筋より股関節のお肉を使いやすいので筋肉を使ってしまうので、今のだと動きは少ないんですけれども、骨盤をしっかりと正しい位置に戻す腹筋が無駄なく硬くなったの感じましたよね、はい、すごくカチカチになってました。普段あそこが使えるといいプロポーションの綺麗な横の姿、立ち姿、10歳若返り姿ができるわけです、はい、ぜひこれをゆっくりでいいので1個ずつ確認しながら続けていくと10歳若返り、はい、頑張ります。頑張ってください、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。